はい、どうも、私がアキラチャンネルのアキラでございます。で、今回は福袋のご紹介をしようと思うんですけど、今回の福袋はね、ベイプ関係ないんで、できたらね、僕としては哲夫くんとかとね、ちょっと一緒にやりたいなと思ってたんだけど、哲夫くんがね、ちょっと今忙しくてね、ちょっと予定が合わないんだよね。だからちょっと代わりと言ってはなんですけど、ちょっとここにね、哲夫くん出しときます。はじめ。はい、で、僕もね、僕の奥さんも福袋結構好きで、年末年始になったらね、毎年福袋なんかかんか買ってるんだけど、僕だったらね、ベイプの福袋を買うでしょ。で、あとね、子供の服のやつ、子供の衣類が入った福袋も買ったしね、あと近所にあるギフトショップで並んでね、福袋も買いました。で、あとネットでね、ちょっといろいろ見てたら、ちょっと面白いのがあったんで、ちょっと衝動買いしたんですよ、その福袋をね。で、それが1月ぐらいに販売になってて、届いたのがね、2月にならないぐらいかな、1月の末ぐらいかな、に届いて、中身はもう見ちゃったんですけど、全然まだほとんど使ってなかったんで、ちょっとね、ついツッコミを入れたくなる福袋ということだったんで、ちょっとご紹介しようかなと思います。で、そちらの福袋がね、福袋2020超豪華な15点セットで、特賞がね、スイッチとかテレビとか VR とかがついてくるんだよね。で、これのね、福袋のルールがね、メイン商品が一つ、絶対選べるんですよ。で、メイン商品は、ドライブレコーダーでしょ。で、センサーライト。で、あとコカ・コーラの腕時計。で、あとはセンサー付きのゴミ箱。あとワイヤレスイヤホン。で、フライパン。で、コードレスのケトル。で、加湿器。2種類あるんですけど、それの9個からね、好きなの一つ選んで、それは絶対ついてくると。で、あとね、12点。おまけ商品みたいなのが12個ついてきて、あとはね、お楽しみグッズ、何が入るかわからないっていうやつをね、2点ついてくるようになってます。で、あとね、さっき言ったね、ニンテンドースイッチとか、テレビとか、プレイステーション4とかね、それがなんか当たるんですけど、結果から言うとね、それは当たらなかったんで、はい。で、値段がね、2020円。で、送料が770円で、僕コンビニで支払いにしたと思うんで、手数料が入ってね、確か3000円ぐらいだったかな。選べるメイン商品の方はね、私こちらのフライパンにしました。はい、フライパンにした理由はね、純粋に奥さんが欲しかったからという理由ですね。はい、これはもうね、もう使っちゃってるんだけどね。はい、で、こちらのね、サイズ的にはね、私のこの大きい顔がね、ちょっと隠れるぐらいですね。こんな感じです。はい、それじゃあね、ちょっと商品の方をね、見ていこうと思うんですけど、これ届いた時のまんまです。はい、この箱にね、入ってきたんですね。結構大きいんですけどね。はい、こんな感じです。順々にちょっと出していこうかな。で、まず一つ目、こちら美容液です。はい、こういうね、美容液がついてきますね。で、次はこれいきましょう。これはちっちゃいコロコロだね。ポケットサイズのちっちゃいコロコロで、お次はね、はい、こちらシャンプーですね。シャンプーとリンスかな、トリートメントね。はい、使い切りサイズだね、これはね。はい、さあ、次行きましょう。はい、こちらです。これは何だと思いますか。これはね、なんと計量スプーンなんですね。はい、ハローキティの計量スプーン。かわいい。で、お次行きましょう。はい、こちら、これ薬味おろしですね。こちら2つついてきました。計量スプーンと薬味おろし。
まあ蕎麦食べるときなんかいいんじゃないかな。うん、蕎麦か、まあそうめんとかね。はい、じゃあ次行きましょう。次はね、こちらですね。これはライトになってて、なんかピカピカ光る雪だるまのやつだね。うん、まあちょっとね、時期過ぎちゃってるけどね、まあ今年のまたクリスマスにでもこれは飾れるね。はい、であとはね、これかな、これが懐中電灯だね。はい、こういう LED の懐中電灯がついてきます。こんな感じのね。はい、ちょっとちっちゃいんだけど、まあこれもいいんじゃないかな。でお次いきますよ。はい、これなんかフェイスシートね。うん、これはね、今の時期はいいね。今の時期というか今からの時期はいいね。夏なんか僕結構暑がりなんで、うん、爽快感レベルはストロングクールって書いてますね。はい、うん、で次行きましょう。次は次これカイロ、カイロがついてきます。まあ今からは使えないな、来年だね。うん、2021年の4月まで持ちますんで来年使えますね。はい、でお次行きましょう。お次これがねちょっと興味深いんだよね。痩せるカップ、うん、どういうことでしょう。これね、普通の水を注ぐだけでジュースを飲んでいるような感覚になれる不思議なカップと書いてますね。これにねちょっと水を入れるとね、リンゴジュースの味がするらしいですね。っていうことは、まあ水を飲んでるんだけどリンゴジュースの味がするんで、ジュース飲まなくてもいいから痩せるっていうことです。まあこれはね、僕なんかちょっと最近太ってきちゃったんで、ちょうどいいかなと思います。まあこれはね、まあ4月にちょっとまたデイキャンプ風の動画を撮ろうかなと思ってるんで、ちょっとその時にこれ使ってみようかな。はい、あとはこれだね、これ靴下だね。はい、レディースソックスって書いてます。まあ23から25なんで、僕はね足がだいたい28ぐらいなんでね、僕はちょっと履けないんだけど、まあ、僕の奥さんが履くんじゃないかなこれはね。うん、であとはこれかな、このなんか提灯がついてくんだよね。はい、でこの提灯はね、これ磁石になってるんで、まあ冷蔵庫とかにペタッと貼れちゃうね。であとこれもう一個ね、ちょっと素晴らしい機能があってね、これ光るみたいなんですよ。ここ光る提灯って書いてるでしょ、ここのボタンをね押すとね、ちょっと光るらしいんだけど、で僕これもう一回見てるんでね、中ももう電池が入ってるかどうかも確認したのよこれ。うん、で電池が入ってるかどうかも確認したんだけど、これね光んないのよ、スイッチ押しても。まあ光る提灯なんだけど光んないんで、ただの提灯だね。でまあこれが富岳36系の提灯です。かっこいいねなんかね。まあ家の冷蔵庫なんかに貼ろうかな。うん、であとはね、これがウノです。ベビーアニマルのウノ、かわいい。まあウノは僕はあんまりやったことないんでよくわかんないんだけど、まあいいかな。うん、で最後がねこちらですね、バンテリンですね。バンテリンの手首のサポーターがついてきました、まさかの。で大きめサイズなんで、まあ僕用かなこれは。手首ねちょっと出してみようかな。まあ右手左手両方いけるんで、まあ僕ね今そんなに手首痛くないんでね、まあ今は使わないんだけど、まあまた手首痛くなったら使えるかなと思いますね。
まあ、つけたらこんな感じですね。はい、手首こんな感じです。はい、というわけで、以上ですね。はい、まあ今回のね福袋の中身を見て、まあトータルで思ったことはね、まあ無駄がないね。あの無駄なものは一切入ってなかったね。全部必要なものばかりだからね。例えばね、まあ美容液は使うよね。あとシャンプーも使うでしょ。あのハローキティの薬味おろしとかも使えるよね。でまあ、これもクリスマスなんかには飾れるし、これなんかもね、まあ今の時代やっぱり防災用品っていうのはね置いといた方がいいんでね、まあ、これも使えるでしょ。で、まあこれなんかはね、まあちょっと富岳36系だから、なんせ富岳36系の提灯だからいいじゃんね。まああのこのね、このUNOなんかもね、まあ今あれじゃないですか、ちょっとこうコロナウイルスでね、やっぱりちょっとこう自粛期間ですから、あのあんまり外出ちょっとしにくいところがあるよね。外出しにくいというか、まあやっぱりこうウイルスをねこれ以上広げないためにも、やっぱり外出とか人の集まるところにはあまり行かない方がいいということで、まあこういうのがあれば、まあ家でなんとかしのげるでしょ。まあUNOはね、僕わかんない、よくわかんないんだけど、まあ多分面白いんだと思います。よく聞くんでね。はい、まあ福袋って結局こう在庫処分じゃないですか。でショップさんは売れ残ったものをこう福袋として販売することができるし、まあ買う側はね、まあ何が入ってるかわかんないこうドキドキ感も味わえるし、まあお値段以上のものが入ってたら嬉しいしね。まあウィンウィンだよね、福袋ってね。まあやっぱりこういかに在庫処分感を出さないかっていうところも、まあ結構腕の見せ所だと思うんだよね。なんか明らかにこれ売れてなかったやつでしょみたいなのばっかりではちょっとっていう思うかもしれないんだけど、まあでもね、この福袋みたいにね、まあなんかこう徹底して在庫処分感出されたら逆に清々しいところもあるよね。まあ全部いるものだからね、これ入ってるものはね。まあこれがね、例えば5000円とか6000円でこれだったらちょっとってなるかもしれないけど、なんせ2020円だからね、これ。送料込めて3000円ぐらいだったんでね。まあ2000円だったらいいかな、みたいな感じのところはあるよね。で、まあ動画のタイトルにも書いてるんですけど、つい突っ込みたくなる福袋っていうことで、まあ私がね、ちょっとこう思わず突っ込みを入れちゃったところはね、まあここですよね。商品の数の割にね、箱のサイズが明らかに大きいのよ、これ。箱のサイズが釣り合ってないっていうね。はい、以上です。